広く浅いチャンネル。こんにちは、広く浅いチャンネルです。今回ですね、久々にちょっとね植物のお話ししていきたいなと思ってます。今家のまあバルコニーで話してるんですけど、ちょっとまあ外なんでね、もう季節も夏に入ってきて、ちょっとセミの音がねうるさすぎて申し訳ないです。こればかりはちょっとどうしようもなくって、できればね泣き止んでほしいところですけど、それではね軽く紹介だけしていきたいなと思います。今ねメインで映っているのこちらですね。これすごい可愛くないですか。めっちゃ綺麗ですよね。これがね今流行ってますよね、パキポディウムっていうね種類の、観葉植物になりますね。まあビザールプランツって呼ばれてたり、パキポディウムってめちゃめちゃ今特に東京とかに住んでいる男子にこう人気がある植物になりますよね。すごい流行ってますね、ここ数年で。価格も高騰してますし、まあ、一株ね数万円とか数十万円とかするパキポディウム、まあ、特にグラキリスっていう種類がね大人気で、現地のねマダガスカルから輸入してきたりとか、まあ、他のね生産者から海外からも結構入ってくるんですけど、それはもう現地株って感じで、もうめちゃくちゃ高騰してますね。数もあんまりないみたいなんですけどね、形にこだわっちゃうとねなかなか手に入らないのかなと思います。まあ、そんなね大人気のパキポディウムなんですけど、パキポディウムつってもいろいろ種類がありまして、今回僕が、まあ、持ってると言いますか、この間ね見つけて購入したのがこちらなんですけど、これはですね種類があのパキポディウムラモスムっていう種類になりますね。ラメリーっていう種類がすごい安くて丈夫でっていう感じで有名なんですけど、まあそれとね同じ種類のちょっとしたまあバージョン違いと言いますか、変種と言いますか、いやすごい強健な種類で、うん、めちゃくちゃ丈夫らしいねっていうところで、一応初心者向きとされてますね。うん、これもネットで買うとねこんだけのそこそこ立派な株になってきてるんで、多分 2,3,000 円ぐらいはすると思うんですけど、これがね 1,000 円以下でホームセンターで売ってましたんで、今回めでたくゲットできました。買った時はねもっとねちっちゃい株だったんですよ。これがねうちに持ってきて、まあ日光にもねガンガン当ててあげて、水もそこそこあげてたらですね、この幹の部分もがっつりと太くなってきましたし、上の部分がね緑色になってるの分かりますかね、どんどん上にね伸びていってんですよね。この幹の部分も成長続けてまして、これなんか現地だと、まあ、10メーターまではいかないですけど、5メーター以上にぐーんとね、伸びますよね。これも木じゃないですかね、そんな言ったらね。まあ、そこまではね、こんな鉢で育ててたらならないと思うんですけど、まあ、この辺は寿命とか合ってないようなもんなんで、もう一生もんだと思いますね。うまく枯らさないで育てれれば、ずーっとね、これからの人生共に過ごせるのかなと思います。とってもね可愛い感じですね。男らしいこのトゲトゲがちょっと触るとめっちゃ痛いんですけど、かっこいいですし、この葉っぱの、ね、力強さとか、ぐっとねこの緑色に開いてる緑色のね色合いもすごい鮮やかですし、やっぱいいですよね。もう男にも人気があるのかなっていうのも頷けるかなと思います。はい、すごいお気に入りです。あと他にはね、こんなんもちょこっと持ってたりしますね。これまあサボテンっぽいんですけど、これもガガイモっていう種類で、まあ多肉植物の仲間ですね。こいつはもうね、無敵ですよね。何しても枯れないですね。冬もほったらかしですし、水もたまにあげる程度。まあ、日光にガンガン当ててあげて、まあ、冬場も霜が降りない場所に避難しとけば、外でも全然平気ですね。まあ、紅葉して茶色くなるというか赤くなるというか、休眠期って感じで元気はなくなるんですけど、また春になるとね、こんな感じで鮮やかなね、鮮やかっていうかちょっと渋いかな、渋めのグリーンになって楽しませてくれます。あとですね、奥にちょこっと映ってるんですけど、アガベの方も去年から実生をちょっとやっておりますね。アガベの実生もちょっとだけ見ていきましょうか。この左側のこの辺がアガベのアプラナータってやつですね。これね植えて1年経ってるんですけど、全然育たないんですよね。これ何なんだって感じですけど、でも枯れてないんですし、もう植え替えもしたりね、結構メンテナンスしてるんですけど、全然成長遅いですね。でこっちもそこそこ株入ってますね。左側この辺が人気のねチタノダブルーとかね、真ん中はねホリラですね。一番右はこのパリ吉祥天っていうの入ってるんですけど、これも1年経ったんですけど、こんなもんですね。早くね葉っぱの方もっと4枚5枚と出て育ってほしいんですけどね、なかなかうまくいかんっすね。はい、今回の主役やっぱりこれですね、パキポディウムのラモスムになりますね。まあ、ラモスムくんはこんだけね葉っぱが立派にぐんとこう開いてくれて、すごいなんだろうな、毎日ね仕事行く前に、ね、このベランダ出てきてちょっと状態見てるんですけど、本当にこう葉も力強く新しい葉っぱどんどん出てきますし、
なんかやっぱかっこいいんですよね。この幹のところもこう太いし、こう丸いし、長いし、どんどんね力強く太くね長く上に成長してほしいなーなんて思ってます。今これ10センチないぐらいですけど、20センチ30センチぐらいになったら相当かっこいいんじゃねえかなと思っております。またねこの辺の成長記録もちょこちょこ動画にもしていきたいなと思ってますんで、よろしければチャンネル登録でチェックしていただけますとありがたいです。今回はね簡単に僕が育ててる、まあね、趣味として最近ね人気の、まあ、観葉植物系ですよね、流行ってますんで、ぜひ皆さんもこんなんもねちょっと興味持って調べてみたら楽しいと思いますので、おすすめさせていただきました。はい、今回の動画は以上になります。このねかっこいいパキポディも見ながらお別れしたいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。